高橋がエロいと思う AV のタイトル。大沈没。次ラストぐらいでいきますか。はい、そうですね、2時間ぐらいで決めたいですね。決めたいね。決めよう、決めよう。これ決めたいですね。じゃあ最後は一応まだいくつかお題あるんで、みんなで選びますか。あ、どれでいいですね。なるほど。聞きながら選べますか。聞きながら。聞きながらね。2台目早くしてもらっていいですか。ちょっと待ってくださいよ。手かかってるんで。ちょっと待ってくださいよ。みんな？どうした？次の方？みんな？あ、すいません。すいません。すいません。今走ってきました。すいません。あ、走ってきた。今走ってきました。いなかったんですね。オタクじゃないな。いや、すいません。今プージャーで走ってきました。絶対オタクじゃない。プージャーって言うんだ。初めて聞いた。俺もプージャーは初めて聞いたんだ。アディジャーとか、アディジャーとかね。いや、アディダスのジャージのことは言わない。言わない。プージャーだった俺らの世代。もうプージャーがあのプージャーにあのサンキティちゃんのサンダルを履いてるのが出た出た出た。派遣だったんだ。派遣のギャグ。キティちゃんのサンダルはわかるわ。うん。ちょっとお題を教えてください。はい。じゃあ一つ言いますね。寝る前に思い出したくないもの。うん、運がいいと感じる出来事、うん、こいつかっこいいなと思う瞬間、地味に嬉しいこと、地味に、エロいと思う AV のタイトル。AV うるさい、うるさい。まあ一回下ネタやったからやるかやらないか。一回下ネタやったよ阿部ちゃん。そうなんだよな。でもアメリジアの島田の時あれだったもんな、ルール違反しちゃった。テンション上がりすぎちゃってね。じゃあここはお口をチャックさせていただきます。どれがいいですか。寝る前に思い出したくないものもおもろいですけどね。最後のパンチも強かったです。なんか今あの自由さんが見てくれてるから、自由さんに決めてもらうっていうのも。そうだね。そうだね。ちょっとあの人プレッシャー感じちゃうと思いますけど。俺自信って言うなら、運がいいと感じる出来事はさっきのなんか似たようなやつをやったんで。まあ確かにね、ちょっとね、死ぬまでに。いやー、かっこいいとか面白そうだけどね。ね、みんなが何をかっこいいと思うか。あ、でもなんかあのどれにします。みなぎ自由さんからエロいと思う AV のタイトルも来てます。やっぱりまた選ばすと。そうなるよ。選ばすって自分がやらなかったらそれはこれ見たいよ。いいですよ、いいですよ、別に。やりましょう、やりましょう。じゃあ行きますか。エロいと思う AV のタイトル、自作してくださいタイトル。やりてえやつでやれよ。規制品ってダメですか。規制品なし。ダメに決まってんだよ。規制品はダメっすね。まあシリーズもちょっとでももじっていただければ、まあまあまあ。たまたまの知らん。たまたまあの考えたやつがあっちゃったのはしょうがないですけど。たまたまね。あの二代目さん AV 見たことないですから。まあタイトルはまあいけると思いますよ。想像で。想像でまあまあいいよ。この人はピュアなんで。はあ。クソむずいなこれ。分からんな。マジむずい。どう合わせる、どう合わせるんだそもそも。え、最後合わせようねっつって。いやこれ言ってな。でさ、あのこの世界にはあのすごいタイトルはあのエロいって思ってるかもしれないけど、自分は全然上がらないみたいな。そうなんですよね。癖がね。結局自分がってことでいいんですよね。そうですね。なんか話がややこしくなってきた。自分がより気持ち悪い方向に行ってるんじゃないの。これ世論が存在しないからマジきついよ。確かに。でもさっき世論を持ってますからね。さっきでも一応ね、一旦はあの下ネタに聞こえそうな単語では出た。とりあえずファンザ見るか。どれぐらいなのか。とりあえずファンザ見る。一回ね。一旦見ないと。でも弁解するか。なるね。いやでも数字によっては結構むずいよな。行き過ぎかな。行き過ぎ。失礼しました。失礼しました。まあこれは持ってるねカードの数字によりますよね、ほんまに。いやそうですよね。難しいな。ここで100持ってたらえらいことですから。放送できない。えらい。確かに。うわぁ、ちょっと誰か行けないの、誰か行けないのか。これむずすぎる。食べられますよ。うん、密着、うん、交際2ヶ月目カップルのクリスマス本気のセックス。やだ
これもやばい。これなんだよ。おもろすぎるんだよ。もう気になって言ってますよ。だって AV のタイトルだからね。そうだね。どうですか。結構ストレートな用語も使われますね。篠宮の中ではでもね、ちょっと75ぐらいですかね。うん、分かる分かる分かる。そんなに高くないとね、うん、どうだろうな、うん。もっといける、もっといける。なんか、もっといける。エロいかって言われたら敵は詰まってないでしょ。そう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 シンプル、シンプルだから。そう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 、ここら辺大喜利みたいになっとる。大喜利みたいだからね。え、今敵が詰まってないと、まあ、じゃあ僕の基準ぐらいで考えてください。はい、あこれ最終的にさ、プテさんがあのその自分の好きなって言ってたわけじゃん、うん、これだけエロいこと好きな目安さんがそんな王道のやつ出してくると思わない。そうね、え、それはつまり低めってこと。そう、ちょっと低め、やや低め、45とかじゃない。え、そんなにいく45。 いやもう結構直接的な単語は使ってるから、うん、ある程度ではあると思うけど、まあまあね、でも大抵使ってるよ、うん、今一覧大抵使ってるよこれ。これ気づいたんですけど、あの数字開いた時どういう AV が好きかっていう話になる。大丈夫ですか。うわー、高めとかだったらね、高めとかだったら好きなの言えばいいし、低めとかだったら刺さないの言えばいいからね。いやめちゃくちゃいいタイトルだと思いますけどね、僕は、うん、お願いします。しぐれなお言っていいですか。うん、はい、しぐれなおの、エロいと思う AV のタイトル。出会って2秒で即発射、隣に住む美人妻の地帯。上っぽいけどな。お前なんかでさ、既婚者が妻物持ってくるんだよ、お前マジで。結婚してるやつが隣の妻のとかやめてほしいの。既婚者なのよこの人。既婚者でね、何も考えてなかったそこ。臨時妻のテーマ出してくるの。おもろいな、これマジで。ディスコードにこれしっかりメモったのがクソおもろいんですけどね。まだね、あの自由が書きやすいよ、メモりやすい。そう、ちょっとこれちょっとジー君にはちょっと負担が高い。ちょっと負担がね。ちょっとこれでしぐれさん、しぐれさん点数高かったら、ちょっと美人妻、隣に住む美人妻、そういう風に見てるんやったらやめて。低くあってほしいけどな。既婚者でちょっと妻をって。皆さんのタイトル書いてもらっていいですか。あ、密着交際2ヶ月目カップルのクリスマス本気セックス。長かった。復唱されるの面白いな。書いてディスコードに書いて。書いてある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 。え、自由さん上の方に、上の方に。今ね、あの自由さんがメモってくれてますから。確認してください。すいませんすいません。ちょっと前のやつ。じゃあ私行かせていただいてよろしいでしょうか。いいですよ。私。いきます。では高橋がエロいと思う AV のタイトル、女体戦艦三隻大沈没。おもろすぎるおもろすぎる。完全にネタクリの AV のタイトルじゃねえか。女体戦艦三隻大沈没ってことは、いやこれは低い。プテラ高橋の中では98の可能性もあるわけですから、ね、いやだエロエロいと思ってん思わない思うのプテは。いや僕はだからそれはもうお任せします。こんぐらいお任せします。低い、まあ、低いでしょ。さすがにこんなもんかなっていう。さすがに低いか。くそおもろいな。いやおもろいな。これいやいいね。いやごめんなさい。あの女体戦艦艦が沈没したんだね。すごいな。ちょっとこれ思いついちゃったんでこれ言っちゃったっすけど、これなんか思いつくんだよ。思いついちゃったからちょっと言っちゃったけど、これミスったかもしれない。すごいな。ミスった。うわー、ダメだ。思いつくのが全部エロい。今タイトル3本並んでるからな。どうしよっかな。エクソムズむずいなこれ。むずいってむずすぎるんだよ本当に。大丈夫だよ、いけるよ。お前が面白すぎたんだって。ちょっと早かったかな、行くのね、ちょっとね、もう耐えられなかった。今こんな思いついたらな。そうですね、今出てるの結構強いですよ。強いよ、強いな、強いんだよな。強いし、しぐれなおさんのがだいぶあの性癖入ってますけど大丈夫ですか。いや、しぐれなおこれ多分結構高いんでしょきっと。これは別にそのエロいと
ね、やっぱその感じやすいものを僕はちょっとちょ抽象化して出しただけで、変な言い方じゃ全部。僕がこれをその好んで見ているかどうかっていうところはちょっともうシーッということでお願いします。まあ、でもじゃあ僕、僕いきます。うん、おちょっとこれ LINE スレスレだと思うんですけどいきますよ。はい、いきます。はい、ねるちゃんエロいと思う AV のタイトル。おーいおかみ。こんばんは。逆に面白いです。したやろ。え、いや、熟女ものってことでしょ。いやいやいや、別に。若おかみですか。若おかみの可能性もあるから。若おかみ、まあ、でも若おかみ言うてもでしょ、でも、うん。エロさは感じなかったね。うん、あ、本当ですか。大河ドラマかな。確かに女体戦艦の方が強いかな。女体戦艦の方が強い。女体戦艦の方がこうだよ。俺からしたら。3席も大事にしてる。いや、3席んだよ。いやだからそれにエロいと思うかだろ。一石だったらここだった。あそう、じゃあ下がります。いったね。もう4回目の対戦か。いきってすいません。いやマジむずい。考えれば考えるほど難しいよ、ね。じゃあ頭にパッと浮かんだものを出した方がいい。篠宮いいですか。はい。はい。じゃあ篠宮のエロいと思う AB のタイトル。石つぶての交尾。いや、違う、これで右だった時にね。どうすんだこれ95とかだったら。楽しい数字引き上がって。これが95だった場合、なんかそこら辺の石とかこう重ねて遊んでそうだもん。すごい、とんでもない。とんでもない変態が現れたかなっていう。坊ちゃんじゃん。坊ちゃんがそういう性癖見てなるだろう。おもろすぎるだろ。じゃあ行こうかな。おお。なんかすいません、ありそうなんで、あったらすいません。安心してください、履いてないですよ。あーあー。いやでも低そうだけど。低そうだな。まあここら辺3人ちょっとなんか争ってもらっていいですか。そそられないもん。お前のもそそられねえよ別に。いや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 。どうそそられるの。まあ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 。まあ僕も戦えると思う。三席だよって言えよそこは。でもちょっとまあ戦えないかな。いやなんか安牌どころ出してきましたね高尾さん。言うてみんなの数字がどのあたりなのかもピンとこない。そうなんすよね。そうなんすよね。自分の買った AV も基本これ今出てる中で一番高いのはどれだ。メアさん、ビジンズマン、いやビジンズマンの地帯じゃないですか。いやビジンズマンの地帯でも、うん、まあ確かにな。痛いもんな。本気セックスも痛いもんなってな。本気セックスすごいけど。交際2ヶ月目カップルなんだよな。そう。そこら辺をちょっと加味してもらってね。うわ。やっぱビジンズマっていう単語はやっぱエロいからな。いやエロいよね。そうそう。どうですか。まあやっぱ行きますか。はい。はい、出会って2秒。じゃあ行きます。エロいと思う AV のタイトル。はい、童貞狩りの魔性の OL。100人狩るまで終わらない夜。負けた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 。これ。負けた。これやばいな。すごいの来たって。これすごいな。絶対エロいやん。100人やもんな。とんでもないよこれ。しかも OL だ。すげえ。なんか好きな要素詰めたんだろうね。うん、趣味童貞がねえやん、もう好きなの詰めたんだろうな。すげえな。めちゃくちゃ詰まってますよ、性癖。忠実にやったからってこんな言われ方したくないんだけど。絶対お姉さん好きでしょ。お姉さん、別に嫌いではないですよ、僕。いいなぁ。あれさん、あれさんどうします、これ。ガチで苦しい。苦しい、俺も苦しい。お前の得意分野だろうが、ベレージュ。じゃあ、俺が先に行くべきか、この場合は。得意分野なんだもん。得意分野なんだもんね、おもろ。じゃあ、いいっすか。はい。二代目が、エロいと思う AV のタイトル。ネットラレ JK 監禁日記。うわ強っ。うわ力が強いな。エロいの数字高いの引いたけど出てこなかったやつだ、2代目が。これすっげえひねり出したな。NTR はだいぶ上です。うん、
火力がなこれは監禁までされてるから、うん、これは負けたな。しかもあの自演切りがね取られるってなかなかないっすマジで。漫画のもう同人誌の世界やん。先に言っておくみんなごめん。これやめやったと思う。全部詰めたんじゃないの。いや絶対これ浮かばなかったやつだこれね。あの必死に多分エロい単語を頑張ってた気がする。寝取られない JK が寝取られてるんだよ多分。だからよしできました。考察やめていただきます。エロいと思い AV のタイトル家ついて行っていいですか。それあるまである。ありそう。あるけどそんな感じのな。ありそう。うわーってかそれ、まあ、でも欲しかったな。えそうか。まあ、そんなにでも。でもそこまで惹かれないよな。確かに、まあ。めちゃめちゃエロいかって言われると。エロさはないですよ、まあ。ちょっとここに並んでるタイトルの中でいくと、まあそんなにむちゃくちゃ高くはない方かなって感じはする。並んでるタイトル。うん、並んでる。嫌なタイトル並んでんだよマジ。これ DVD 屋さんで見てるんだ。今 DVD 屋さんでこの9本並べてどれに、ね、どれかな。どれ見たいかなって。どれが一番エロいかなって。それで言うと僕自分の女体戦艦3隻は履いてないですよりは見たいかな。あ僕も女体戦艦3隻は結構評価高いんですよ。評価高いね。履いてないですより評価高い、うん、レビュー高いんですよ。3隻だからね女体戦艦、ね、3隻だからね。ただ1隻だったらちょっとあれだけどこの人たちが何を言ってるのか全然わかんない。でもそうなると俺も安心してください。めっちゃ履いてないですよになるけど。それはあんまりエロくないよね。いやそれもあのね、まあ、俺が好きなやつがエロすぎて出せなかったんだよね。出すと絶対わーって言われるから。じゃあまあじゃあ分かった。じゃあ譲るか。じゃあありがとう。その気持ちがあるなら。そうなるほど。僕はここら辺でいいかな。おかみの評価こんな低い。おかみはあなたは安牌を攻めすぎた。だっておかみ足せるのもうちょっと本当にエロかったら、まあ、なんか言い直してもいいよ。多いプラスのおかみとか、ね、なんかあのサブタイトル的な場所あるんだって、ね、そう確かにサブタイトルでもいいね。多いおかみ何々な夜みたいな。そう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 、うん、それがつかないとなんかちょっと普通にやってそうなドラマだもんねこれ。ただ今タイトルだと引かれてない。朝ドラでもいける。朝ドラでもいけちゃう。そうマジで朝ドラ。確かに大河ドラマジャディのドラマだもんね。じゃあちょっと僕も安心してください。履いてないですよ。びしょ濡れアワビにしてもいいですか。ちょっと高いな。高いな。そんな行くんだ。電車の上で。安倍さんといればそんな行くんだね。まあまあでも全然じゃあ。まあ、いや僕2代目とかでありますよ。びしょ濡れアワビが入るんだって。じゃあ。おいおかみ、真夜中ドッカンバトルとかにしとく。ドッカンバトル真夜中ドッカンバトル、じゃあこうしとくか。じゃあえ、嘘だろ。女体戦艦そんな下行く。いや女体戦艦確かに。女体戦艦どうします。 TMA のあのパロディエーそう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 。女体戦艦はでもね、なんかしらの戦艦をモチーフにしてる作品の自信はあんまりないんで。あ、ないんだ、うん、僕これじゃあそこまで、まあ、あの高まらないんで正直ね。まあなんかゴジラとかのコーナーに置いてあってもバレないもんな多分タイトルだけだったら。確かにタイトルだけならタイトルだけならバレない。大怪獣物かってなるもんな。うん女体って入ってんだよな。でも確かに、まあ、こんなもんだな。上の人たちはこれでいいと思いますか実際、うん、まあそう。ビショネラービは僕よりだと思います。あじゃあこんな感じですかね。いっちゃいますか。でも2代目の寝取られ JK 監禁日記はかなり頑張ってるからな。でも確かに2代目さんがこれを出してきたっていうのは、うん、そうね。いやあんま深みしなくていいじゃん、うん、いやわかんねえ。俺も全然わかんねえマジで。修正しようにもどう修正するべきかもわかんない。なんかちょっと照れてません。逃げましたよねこれね。なんかちょっと照れてますよ、ね、みんな逃げてんだ。男だけでこの話をしてるのに照れてますよね。高橋こらお前。いや僕一番これ勝ち逃げながらな。そうよ下ネタないんだからこの中に。いやどのラインなんだこれが。じゃあまあいきますか。監禁してますか。どっちからいきます。いきますか。これで変わらんで大丈夫俺。監禁したよ。監禁したよ。どういう方向して。まあ、どういう報告。まあこれで行ってみますか。いいんじゃないですか。ちょっと待ってみんなの評価的にこれは。あいや。寝取られ JK 監禁日記は僕の中ではめちゃくちゃ高いです。
結構高めだと思う。うん、だって GK が詰め込みまくってるもんな。2番目いきます、2番目。でも赤さんの、考えで多分ここら辺っていうね、びしょ濡れアービーより下だろうっていう考えがあるんだったら多分そこでいいんじゃないかな。俺でもびしょ濡れアービーはだいぶだと思ってるからな。確かにびしょ濡れアービー突っ込んだのによってだいぶ上がりました。何度も言うな。まあこれぐらいにしとこうかな。うん、OK です。自分の産んだ子に自信持つわ。うん、我が子に誇りを持って。まあ、おそらく結構なんかみんな平均高そうだなこれ。プロ作品なわけですからみんな。じゃあ行きます。はい、みんなの初監督、僕の初監督これ？石津。石津。え？一番嬉しそうなんだろ。多いよ神真夜中のカンパトル僕より高いから。まあまあ行きましょうか。石津から行きますか。じゃあ石津から。石津から行きます。企画されたくないもんもはや。興奮してきたな初監督石津。じゃあ篠宮石津の交尾。13。あ、そうですよね。ちょっと高いね。やめろって。ちょっといいな。開かさせてもらいますよ。ね、大丈夫ですか、うん、皆さんの解釈は。はいはい。大丈夫。まあまあ、一通手の攻撃はここだよね。女体戦艦3隻、大沈没。46。だけーよ。だけーな。まあでも46の方が難しいよ、ね。いや、まあ、一隻だったら30ぐらいでしたね。ちゃんとエロ要素も入れつつ、ちょっとなんかふざけたタイトルじゃないといけないラインだもんね、ここ、うんうん、これいいラインな気が。じゃあ私、大井おかみ真夜中特艦バトル、なんと68。いや申し訳ない、これはビビってんな。おい、ビビってるとかじゃなくて、いやいや、よかったわよかった、テンション感そこだったらよかったわ。オーケー、じゃあ、エロいと思う AV のタイトル家ついていっていいですか。63。あー、まあまあ、でもまあ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 、しょうがない、しょうがない、まあまあのラインなんで、しょうがないんですよ。もっと言いたかった。でもこの辺のタイトルのラインの感じはわかる。僕が思うエロいと思う英文いただくタイトル、密着交際2ヶ月目カップルのクリスマス本気セックス。ほらね、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 普通だもんね、そうだね、そうだね、めっちゃわかるよ。惹かれるかっつったら惹かれないんだよ。そこら辺ですよね。そう、いや、めっちゃわかる。多いおかみとかさ、いや、すいません。いや、すいません。本当すいません。やばいやばいやばい。これに真剣に謝ってるのめっちゃおもろい。めちゃくちゃ面白い。問題は2代目さんですよ。そうね、これいくつだったんですか、この2代目さん。僕の答え、レトラレジェ警官金日記72。いや、まあまあまあ、いや、わかるわかるわかる、かなり正しい、かなり正しい、正しい、正しい、正しい位置だ。正しかった、正しかった、正しかった。よかったよかった、謝らなくてよかった。安心してください、履いてないですよ。びしょ濡れアワビは64。あー、まあ逆かなっていうね。そうか、数字近いな。一番むずいじゃん。むずいな。みんなちゃんと高い数字引いてきてるんだな、ある程度。確かに。このお題で、はい、出会って2秒で即発射、隣に住む美人妻の地帯、83です。これ予想通りだよね。いいですね。もっとエロくできます。もしかしたらまあそう。何も飛んでるんだよこれ。はい。じゃあ俺ですね、童貞狩りの魔性の OL 100人狩るまで終わらない夜。85。そうだよね。もっと上かと思った。まだまだまだいけますね。まだいけます。まだいけます。まだまだエロくなれます。全然いけるよ。まだ余力を残してるここは。これ目安に高いの引いてほしかったな。いやね、一発目でまあ真ん中ぐらいの数字だから、まあやっぱりそのノーマルラインを攻めたらいいかなっていうので。実際皆さんど真ん中にいるもんだ。そっか、それ基準で考えるとそう、基準としてはちょうどよかったんだ。なるほどね。あるやんな、確かに。まあでも急には難しいですね、なかなか。難しい。カードがめっちゃあるもん。まあ惜しかったのもあるし、惜しかったのもあった。うん。いやでも楽しかった。だしこれまたやりましょうっていうくだりにね、つなげたりということで。確かに確かに。リベンジぜひあればお願いしますよ。ぜひぜひ。まあね、今日のアーカイブが残ることを祈っておきます。確かに。確かに。消えるかもしれない。ちょっと結構言ったんでね。結構言ったんで。